北国新聞ニュースをお伝えします来年秋の国民文化祭に向け北陸三県のアート作家が来年の春金沢市内で初の合同展覧会を開催することになりましたこの合同展覧会を企画するのはアートの販売や制作依頼を手掛ける A 級スタジオで代表の秋山正樹さんによりますと 国内のアート市場は海外に比べて規模が小さく作家たちの活動を支える基盤も十分ではありません。そこで来年の秋に石川県内で国民文化祭が開催されるのをきっかけに北陸三県のアート専門団体や若手作家の交流や活動を活発にしようと合同展覧会を開くことを考えました。この展覧会 ハートは来年4月3日から15日にかけて金沢市民芸術村と金沢アート組を会場に開く計画でおよそ30人の作家がジャンルを超えて作品を並べることになっています秋山さんは個人で精力的に活動する北陸の作家同士の交流を深め一丸となってアートの活性化につなげたいと 意欲を示していますジュニアアートステージの発表会が昨日開かれ出演した児童や生徒が全国レベルの実力を披露しましたステージ発表は石川県立音楽堂の邦楽ホールで開かれ小学生から高校生までの個人9人と3つの団体が出演しました 発表会はコラボステージで幕を開け邦楽器や吹奏楽ピアノ民謡の出演者が「情熱大陸」を合奏し合唱の「小松ハッピーメロディー」では澄んだ歌声を届けました奏曲ピアノバレエの3人もステージで日頃磨いた実力を発揮し桜ヶ丘高校吹奏楽部の演奏や「津軽三味線」 民謡・和島公衆太鼓など邦楽の発表もあり最後はスズメの合奏で締めくくりました発表会の好評では音楽ジャーナリストの牛尾博恵さんが石川で自然や芸術に触れる体験を大切にと述べ当社流・林方の当社ロエさんは時に遠回りして試し発見し 自分の表現にしていってほしいと子どもたちにエールを送りました高齢者の e スポーツの体験会がきのう野の市市内で開かれ参加者がパズルゲームに挑戦しましたこの体験会は野の市市おしの1丁目にある小規模多機能ホームひなの家おしのが 認知症を予防しししようと、石川 e スポーツ協協会の協力で開催しました。参加した60代から80代までの施設利用者や住民などおよそ20人は3台のゲーム機を使いパズルゲームの「ぷよぷよ」を楽しみました。参加した70代女性は「画面を見ながら指を使っていろんなことを考えるのでたくさん頭を使った」 と話していました体験会には高齢者でも操作しやすいよう大きなボタンがついたコントローラーが用意されましたのどで取れたブリおよそ750匹が昨日金沢市中央卸売市場で競りにかけられ師走の市場が活気づきました 数日前に鳴り響いたブリ起こしのおかげでしょうか。金沢市中央卸売市場には、野戸町沖の定置網に入ったブリ、およそ750匹がずらりと並び、今シーズン最大の入荷になりました。重さは7キロから9キロと、県業協が今年新設したカブリの最高級ブランド、きらめきの認定基準は満たしませんでしたが、中には、 14キロ台の大物も見られました大量入荷のブリは白い息を吐く仲買人によって次々と競り落とされ師走の市場が活気づいていました競り人はブリ起こしの後に荒れて期待通りになった正月に向けて需要が増える中まとまった量が入ってうれしいと笑顔を見せていました。冠は県内のスーパーパや 鮮魚店向けのほか、関東や関西、名古屋方面にも出荷されました。カンブリの水揚げは来年2月中旬頃まで続く見込みで、金沢市中央卸売市場は今月30日に水産部門の止め市を行います。お殿様に献上された鏡餅を再現した 高さ1.2メートルもある飾り餅が金沢市内の神社にお目見えしましたこの飾り餅は加賀藩の十二代藩主前田成長が初めて藩内で正月を迎えた1802年に当時戸村役を務めていた田辺家が建長した鏡餅を文献などに従い牢で再現したものです 金沢四天神町1丁目の大菅原神社では、昨日宮司と神社総代などが紅白の餅を高さおよそ1.2メートルまで積み上げ、昆布や橙々などの縁起物を飾って飾り餅を仕上げました。鏡餅はこの高く積んだ床飾り餅を中心に、松の木を立てた蓬莱飾りと、 台形のもち二つを重ねた屋根もちが並び、金沢らしい正月の風情を伝えています。この鏡もちは来月1月25日まで飾られています。